はい、こんにちは。お問い合わせありがとうございます。ディアパソンいくつかちょっとご質問ね、挙げていただきましたけど、まとめてちょっと比較をね、聞いていただいた方が、判断しやすいと思いますのでね、ちょっと2つの走行をちょっと走りますけど、聞いていただきたいと思います。まず、茶色いディアパソンですね、製造番号が、これは29092というモデルですね、同じ曲を弾きますので、比較をして聞いてください。よろしくお願いします。まろやかな優しい音ですね。ちょっとこもってると言ったらこもってるかもしれませんけども、優しい感じの響きになりますね。はい、これが茶色いディアパソンの音です。それから 132CE の方ですね、黒いピアノですね。これ結構おすすめですけどね、ディアパソンうちにある中では結構新しめですしね。ちょっと音の方聞いてください。このディアパソンもどっちかというと、まろやかな音ですね、優しげな響きがするディアパソンになります。そして、次の走行にちょっと走ります。連続で撮ります。すぐね、いくつか隣の走行になりますけどね。今ちょうど夕方ですね。はい、こちらの走行になります。はい、こちらの倉庫にありますディアパソン、まずちょっと古い方ですね、132-23271の製造番号のものですね、ちょっと古くて傷があるものですよね。この音を今度聞いてください。これもまろやかな音がします。ちょっとね、タッチが重いです。ちょっと重い感じがします。そしてね、この間入ってきた132-AE ですね、60106というものですね、こういうなんか名刺が貼ってあるやつですね。結構綺麗で、これもねちょっとおすすめなんですよ。ちょっと聞いてくださいね。はい、もう連続して比較するとね、分かりやすいと思います。明るい音ですね。これ結構いいかもしれませんね。タッチもすごく弾きやすくていい感じですよ。そして、もう一つあったかな、ディアパソン。ここにあるのは小さいディアパソンですね。はい、これだけだったかな。これだけですね。ここにあるディアパソンは、2本ペダルの古いやつですもんね。はい、ということで、いくつか聞いていただきました。いかがでしょうか。こうやってね、実際ホームページ出てる以外に個人的にご質問があった時にこのように撮影をしてビデオレターをお送りするようにしております。なかなかね、見に来ていただいてっていうのは難しいお客様も多いものですから、こうやって動画ではありますけれども、ちょっと判断の参考にね、していただけたらいいかなと思って作りました。何かまたご質問とかありましたらご遠慮なく、お知らせください。どうぞよろしくお願いいたします。それではちょっと駆け足で撮影しましたけど、ディアパソンの比較をご覧いただけたと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。